はい、タバコ好きな巻紙、手巻きタバコ巻紙動画。今回は巻政、の、平。平って書いて、まあ、平成の平ですね。もうちょっと平成終わりますけど、平の浅紙と書いてあります。これ何が平か何なのか全然わかんないわ。前吸ったのが縦だったもんね。縦横の縦って書いてあって、朝髪って書いてある。何が違うのか全然わからない。わかんないっすね。全くわかんないっす。うん。見た感じ、なんか違うな。縦の方はなんか、線がガーって入ってる。これは全然線が入ってない。薄いやつですね。薄いです。薄いペーパーですね、これ。前回の、縦がまずかったんで、多分これもまずいんではないかと思ってますが、まあ、ヘンプペーパーだから、ヘンプペーパーはまずいのかもしんない。俺には合わないかもしんない。それはわかんねえ。すっげえ辛かった。前回のヘンプペーパーは、実に辛かったんで、今回は、どうでしょう。薄さはすげえ薄いんだよな。はい、吸っていきましょう。あ、うわ、やっぱ辛い。辛い。もう辛さがあるんで、味もクソもないですね、これね。喉にもすごい痛いし、痛い、ウイスキーのアルコール高いやつとかみたいに、喉に来るんですよ。クワーって。もう辛さが、あるんで、タバコの味とかの1ミリもしないですよ。これ何を吸ってるか全然わかんないもん。ああ。これは今ちなみに吸ってるやつはこれあれ、チェのブルーですね。辛い上になんか、髪臭い。ああ、辛い。これは辛いわ。ダメだな、これ。喉に来る。巻政。巻政。あ、これ吸ってる人いるな。まさにこれを吸ってる人がいる。手巻き玉、タバコガイドっていう、有名な、これ巻政、じゃ、巻紙レビューの人ですね。個人的にはなかなか気に入りましたって書いてあるな。
ったって。うん。ヘンプペーパー。まあ、これはまずいですね。一つ星。ご視聴ありがとうございました。